札幌温泉電気軌道で1軽電車は札幌温泉電気軌道が1929年に導入した電車である札幌温泉電気軌道は札幌温泉への観光客輸送を目的として札幌市電の沿山3丁目停留所前に置いた南一条電停と温泉下電停を結んで 1.83km を結び1929年6月29日に 開業した軌道である。この開業に合わせて、汽車製造東京支店から合計2万4000円で購入したのが、で1で2の2両の電車であった。全長9970ミ、mm、リメートルの木造車体で、妻は丸妻構造3枚窓、側面は両端に、客用ドアが1つずつ、その間に窓が8枚ある構造であった。 ただし窓については2枚から4枚から2枚と分けられた構造になっていた。屋根は木造シングルルーフでトロリーポールとトルペート型ベンチレーター8個が設置されていた。前頭は腰部に1個備えていた。室内はすべてロングシートで客用扉同士の間を結んで繋がっていた。定員は50名、内座席28名であった。座席の上には網棚と 広告枠が取り付けられていた。電動機は35馬力級の直流直巻製粒子。電動機である芝浦製作所 SE-116C を2機、吊りかけ式で搭載する。歯車比は86-14イコール6.14で、ある。台車は JG ブリル車製。定常に軸端台車の 79E と同型の 79EX を装着する。この台車は、 春光図等ではブリル 79EX と記載されているが、JG ブリル社ではこの型番に該当する製品は存在せず、記者製造性の国産模倣品にこの型番が付されていたことが知られている。本形式と同型、同一メーカー製の浅野川電気鉄道か11か13がやはり記者製造性の 79EX を装着して納入されていることからも、 本台車はブリル 79E の純正品ではなく、記者製造によるデッドコピー品であった可能性が高い。なお、この 79E 系台車は二軸単台車であるが、明治期の電気鉄道黎明期に、全国の路面電車や電気鉄道などで大量に採用されたブリル 21E とは異なり、低床構造への対応と空気ブレーキの搭載を前提に設計されたものである。 ブレーキとしては、ウェスティングハウスウェアブレーキ車の原設計による簡潔な SM3 直通ブレーキ、制御機による発電ブレーキ、手ブレーキの3種類を装備していた。で1型は、汽車製造のレディーメイド的な車両を購入したものであり、前述の浅野川電気鉄道か11か13や、日立電鉄で波4から6と同型車両であった。 1929年の開業と同時に運用を開始された。しかし1930年8月31日に変電所が火災を起こして消失し、電車の運行が不能となってしまった。しばらくは札幌市電から電力を受けることで運行されたが、これも電気代未払いのため打ち切られ、電車の運行は開業から1年強で中止となった。 この頃札幌郊外電気軌道に解消していた。会社は代わりにガソリンカーによる運転再開を計画し、気配値を導入した。これにより電車は車庫に留置された状態となって保管された。ガソリンカーによる運行も利用の不振によりやがって営業休止となり、無許可の営業休止が続いたという理由により、軌道特許を取り消されて、軌道自体が廃止となった。 機動車の出力不足及びブレーキ能力不足が当局から指摘されており、このため機動車の改良をするか変電所を復旧して、電車の運転を再開することという条件が付けられて、機動車の設計認可を得ていた。そうしたこともあり、機動車による運転再開後も電車は保管されたままであった。機動廃止後は、 元従業員によって電動機を盗まれるという事態となり他社に売却することもできない状態となってそのまま行方不明となっている。ありがとうございます。